私はこの世界へ、二人でやってきた。シルバークローという、銀色の体を持つ。私がこの世で、一番信頼を寄せる、大事な人と共に。先輩、綺麗ですね。え？突然何を？え？何って、夕日が綺麗ですねって。いや、そういう意味じゃなくて、いや、そういう意味でもあって、僕は何を失言を、じゃなくて、あえてそれをうまく利用できれば先輩に思いを伝えるチャンスにつなげられたのに。もういい。確かにこの夕日は美しいからな。先輩、でも先輩もすごく綺麗です。そのブラックロータスとしての姿も、現実の先輩も。ありがとう。我々はニューロリンカーでグローバルネットに接続することによってプレイできる。とあるフルダイブ世界で行われる決戦を目前に控えていた。我々のレギオンネガネビラスは、白のレギオンオシラトリユニバース、そして加速研究会との戦いに備え、仲間たちと共に英気を養い、着々と準備を進めていたのだ。そんな時、ある噂が耳に入る。我々のダイブする世界の上空に、正体不明の大きな影が浮かんでいると。街の各所に配置されたソーシャルカメラによる映像を元に作られる、その VR 世界では、フィールドにある全てのオブジェクトに、元となる現実のモチーフが存在する。その影が本物だというなら、浮遊大陸のようなものが現実に存在することになる。そんなわけはないと、半信半疑で笑い飛ばしながらも、私たちは噂の真相を確かめに行ったのだ。さて、そろそろレイカーたちも我々の残したメッセージに気づいている頃かな。みんなもきっと、後から追ってきてくれますよね。我々が戻ってこられないようならな。はい。そう不安そうな顔をするな、シルバークロー。まだ見たこともない場所に行きたい、その先へ進みたいと願うのは君の得意技じゃないか。確かにそうですね。僕確かに地上からあのどでかい影を見た時、すごくワクワクしたんです。まるでおとぎ話で見た天空の大陸が、この世界にもついに現れたんじゃないかって。普通のバーストリンカーがあの高さまで到達することはまず不可能だ。それこそ飛行能力でもない限りはな。それを可能にするのがスカイレイカー、そしてシルバークロー、君だ。いけるのは、そう、僕たちだけ。そうだ。ならばこそ行こう、シルバークロー。我々は黒のレギオン。まだ見たこともない場所へと加速し、たどり着いてみせる者たちだ。はい、我が王、ブラックロータス。先輩、影が見えてきました。なんと巨大な。この先に何が待っているのか。よし、クロー、突入だ。くれぐれも私を離さないでくれよ。はい、もちろんです。これは雷。先輩、クロー。はハルユキ君。ここは目覚めたようですね。あなたは？私の名はペルソナ・バベル。あなたたちの言うところの NPC です。 NPC？ あなたのような容姿の NPC は見たことがないな。それはこの世界が
あなたの元いた世界とは異なるためです。ここはアルブヘイムオンライン、通称 ALO。 あなたたちは空に広がるあの巨大な影を通り、この世界へと足を踏み入れたのです。アルブヘイムオンライン、あの影は新エリアへの入り口だったということか。はい、そういうことになります。そうだ、シルバークローはバベル、私の連れを知らないか。同行者とははぐれてしまったようですね。即答だと逆に疑わしいな。どうしてそこまで把握している？ナビゲート中とでもお考えください。なるほど。この世界の NPC でナビキャラのお前が地上に落下した私を解放したということか。そうです。目的は？ NPC がプレイヤーを手助けするのは当然のこと。ナビキャラならなおさらでしょ。どうだろうな。私の知る限り NPC がプレイヤーに接触してくるのはクエスト開始の合図、つまりは何かの依頼が始まる起点だ。話が早くて助かります。実は私を狙った2人の妖精 NPC が今ここに向かってきています。どうか彼らから私をお守りください。妖精？はい、 ALO とは妖精たちが住む世界、それを体現した VRMMO なのです。アルブヘイム、確か神話の妖精の世界の名だったな。妖精たちはどうしてお前を襲う？私は魔女として妖精界を追放されました。おそらくはその追っ手かと。確かに妖精には見えないな。魔女ということも濡れ衣だと。どうでしょう、少なくとも私はこれまで誰かに迷惑をかけたことはありません。願いを叶えてくれたなら私から同行者の居場所もお伝えします。私をお守りください。正直お前は信用できない。NPC と言っている割に応対が柔軟すぎるからだ。怖いくらいに流暢な会話だったからな。むしろ NPC だと偽装したプレイヤーなのではという気すらしてくる。だがこれがゲームのクエストだというなら受けないわけにもいくまい。クローの居場所も知りたいしな。だからもし今の言葉に偽りがあることが判明した際は覚悟しておくことだ。この全身の刃がお前の体を切り刻むことになるだろう。はい、それで構いません。黒衣の妖精と蒼白の妖精、あの二人だな。はい、わかった。相手をしてくる。お願いします。やはり本物は厄介だ。